副腎随質は、副腎を構成する部分の一つである。副腎皮質に包まれており、副腎の内部を構成している。なお、人では、副腎全体の25%未満に過ぎない。副腎随質は主にホルモンを作り出す、クロム神和性細胞によって構成されており、アミノ酸の一種であるチロシンを原料として、カテコールアミンのアドレナリン、ノルアドレナリン、 ドーパミンを作る重要な部分である。フィジカルトレーニングや切迫した危険な状態の時に反応して、随質の細胞はカテコールを血液中にアドレナリンとノルアドレナリン等17、3の割合で放出する。アドレナリンとノルアドレナリンには心拍数、血圧の増加及び上昇、血管収縮、再帰監子の拡張、代謝を促進させる。 特有の効果があるが、これらは闘争闘争反応の特徴である。カテコールアミンの放出は神経衝撃を刺激し、またカテコールアミンの受容体は体内全域に所在している。随質の細胞は肺の神経体から誘導される。これらは軸索と樹脂状突起を失った交換神経系の不死後神経繊維から収縮され、代用する不自然神経繊維から、 神経分布を受け取る。また、不自然神経繊維と接合神経繊維の間のシナプスは自律神経節と呼ばれ、実際は、副腎髄質は交換神経系の神経節である。このため、副腎髄質はニコチン性アセチルコリン需要体を持っており、交換神経の不自然繊維が放出するアセチルコリンを受け取っている。以下の新生物がある。 イントロオートナミックスに、モデュール、オートナミックスレゴ ANATOMYMODULEATMED.UMYCH.ELU、e e。ありがとうございます。